こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はお買い物はその91、詐欺には騙されないというお話です。最近詐欺が横行しているアメリカですけれども、詐欺対策はやはり騙されないこと、これが大事ですよね。最近あった詐欺についてお伝えをしたいと思います。映像の方はいつもの通り、買い物のスタートはコストコであります。今日は最初に、ガソリンですね。ガソリンを給油するということで、こちらの方に今来ておりますが、空いてるなと思って、入ったところ、我々が入ったら急に後からドドッと車が来まして、空いてるのかなという感じにはなりましたけれども、比較的短時間で、給油は完了したということであります。最近ね、いろんな詐欺ありますよね。もちろん日本の方々も同じですよね。日本と同じくこちらもね、給付金詐欺とか、あと税金を納めなさいみたいな詐欺とか、そういったものから、あるいは、電話ですね。電話で、ここに電話しろみたいなの、それから、電子メールで、メールに書かれていた URL で、ログインして、あなたのアカウントを回復してくださいとか、そういうのがね、やっぱりめちゃくちゃ多いですね。で、我々も、そういうんでね、騙されるのは嫌なので、極力ね、極力というかほとんど疑ってまず見るという、そういうね、感じになってしまいますね。とにかくね、騙されないことが大事ですのでね、今日はそんなお話を後ほどしたいと思います。今ご覧になってる映像、これはコストコですね。で、8月中盤になりましたので、何かやはりね、人が随分空いてるような気がするんですけれどもね、機能性かもしれません。アメリカ人はだいたい子供たちが休みになるとですね、その6月ぐらいからいろんなところ出かけますのでね、相当お金も使われると思うんですよね。そうね、もう8月の中旬になるとおそらくですね、もう資金もなくなって、そろそろ学校の準備に移るという、そんな感じじゃないかなと私は勝手に思っているんですけどね。実際のところどうなのかはちょっとわからないですが、この辺にある学校といえば、もう今週あるいは来週からも始まるというところが多いようで、ご覧のようにね、子供連れで来ている、そういったお客はあんまり見なかったですね。っていうことはもうね、ここの学校は始まろうとしてるんじゃないかと思います。そんなわけでね、なんだか空いているなという、学校が始まったから空いているのか、それともアメリカ経済ですね、儲かってる人はそうでもないんだろうけれども、儲かってない人たちは非常に切実な問題を抱えているのか、そのあたりはね、現在の経済指標を見る限り全くよくわからないですね。さてですね、次に向かったのは日本の日経マーケットですね。あまりこれといってかは思わなかったんですが、やはり朝のスムージーに入れる、ケールとかその辺はね、毎週買いに行きますので、これからね、買い物に行こうというところであります。さてですね、最近ちょっと詐欺は、これはね、シティバンクから来て、以前そのお金を返そうとしたんだけれども、あなたはそのお金を現金化してませんよという、そういう案内が、これは郵便局からですね、メールとして来ました。で、私もこれおかしいなと思って、たまたま前回もお伝えした通りシティバンクの方へ行きましたのでね、用が最後済むところで、寺の方にね、こういったシティバンクから手紙が来てるんだけど、これはスカムですかって聞いたんですよね。そしたらね、すごい親切にね、いろいろ調べてくれて、電話番号もそれからウェブサイトも電子メールもよく調べてくれて、これは正しいですよっていうことなんですね。でね、以前ね、クレジットカードを使って会費を払ってるわけですよ。それでやめた時に会費の残り分がなんか返ってきてたみたいで、それをね、小切手で郵送するっていうのがよくあるんですよね。だけれども、前にも申しました通り、こちらの郵便局っていうのはまともに配送できない郵便局なので、送ったけれどもこちらが受け取ってないという可能性はあるんですよね。で、おそらくね、それで受け取らないから当然お金に変えてないんで、2年経つと州帰属法っていうのがありまして、これカリフォルニアだと思うんですが、実際に州にそのお金を預けなくちゃいけない。で、その前に州にお金がいっちゃうから、要するにお金返してほしい人はもう一回手続きしてくださいよという、内容であって、この間ね、その手続きをしました。ですからね、大した金額じゃないんですけれども、小切手でまた送られてくるんじゃないかなとは思うんですけれどもね。で、そんなような詐欺がいっぱいあるので、私はね、徹底的にやはり疑ってしまいますのでね、危うく詐欺でないものまで詐欺にしそうになってしまったという、そんなところがありましたね。そういうのもありましたし、それからね、もう一つね、あったのがね、これね、カーブナンバリングサービスというのがあるんですよ。これ何かっていうと、家の前の縁石にですね、結局、住所の番号を書いてくれるってサービスなんですね。で、それをね、やる前に、ある人が訪ねてきて、要するにペイントし直すからお金をよこせって言うんですよね。で、それはおかしいだろうと。我々こんなに固定資産税払ってて、それは、ロサンゼルスシティがやってることだから、なぜお金を払わなくちゃいけないんだろうっていうふうに、すぐ分かるわけですよね。で、その人がね、お金を出しなさいとこう言ってくるわけですよ。でね、これは明らかにおかしいということで、インターネットで調べたらですね、やはりね、これはね、詐欺と言っていいのか非常に微妙な線なんですけどね、そういったサービスをしていいという業者は必ず、我々にそのしますよってことであれば許可を受けなくちゃいけない。で、それをやっていい業者かどうかというのを、提示しなくちゃいけないっていうことが決められてるんですね。で、来た人はね、そんなこともなくね、やるんだからお金くださいよっていう感じでしつこく来るんですよね。だけど、あなたがやるかどうか我々分かんないし、そんな今やってくれて、はいやってあげたよってわけじゃなくて、次の日かその次の日にやりに来るから、あなたがやったわけじゃないんだから、その寄付をあげるっていうこともおかしいなと思うんですよね。でも明らかにおかしいので払う必要はないということを、ロサンゼルス郡のホームページで書かれているので、であればね、あげる必要ないんじゃないかってことで、私は頑としてね、あげることをやめました。そしたらね、向こうの人はね、お金を出してね、ほらあなたの周りのね、家はみんな払ってるんだよ、なんであなたは払わないのって、こういうふうに言うんですよ。でね、これをね、詐欺というのか、ドネーション、つまり寄付を要求してるんで、行政側としても払いたい人は払っていいけど払う必要はありませんよって書いてあるんですよね。で、そんなわけでいろいろね、調べてみると、他のシティでもこんなにスカムアラートってこれ詐欺の注意ですよっていろんなとこ出ていて、まあやっぱりね考え方によってもこれはね立派な詐欺なんじゃないかなというふうに思うんですよね。でアメリカ社会っていうのは結構そのドネーション寄付っていうのがよくあるところなので、まあやってあげたんだからちょっとそのチップみたいにくださいよって言われるとみんな払っちゃうみたいですね。まあそんなわけでね、詐欺には騙されないというお話でございました。それではまたティナ&ティムアメリカ暮らしでした。